してください。だけどああいう企業がさ、渋滞、車道狭くて渋滞してしょうがなくて移転してるっていうのは分かんねえなんてのもおかしいよな、市長が。市長がね、ってことは把握してないってことでしょ。何もね、俺は市長だって勝手にふんぞり返ってて、大変でしょう。
全日だって、うん、そんなあれ集めるのそんなの、一般道取締りポイントに注意してください。じゃあ免許取ったらあれだ、一番先に軽トラのチロを買ってきて、うん、な、うん、やりゃいいな、うん、飾りがいがあるわ、うん、一般道取り締まりポイントに注意してください。この付近ゾーン30エリアです。この先一般道その他待ち伏せエリアに注意してください。120出したか、120出したか、ドライバーが真ん中ばっかり吹っ飛ばして走るのが多いから、まあそれ怖いんだよな、うん、運転下手くての前に、ほら運転がうまいんだと思って走ってくれ、怖いよね。そうそうそう、うん、全然運転も慣れても、高速も慣れていないくせに、うん、だから そこなんだよ。してください。
元畑だったところがみんな買ってうちになっちゃったんだからすげえよな、うん、あれがそんな燃費と思ってみようかな、あれがそんな燃費と思ってみようかな、燃費よくないっすね、あれがボディが持ってるにはエンジンがちっちゃいのかでしょ、 2000cc ぐらいやんか、1500くらいでいいか、1300とか、だから1500あればいいんだろ、うん、1000とかしかないっすだろ、うん、穴が燃費悪いだろうな、言ったには回転がうんと上がる、うん、3000回転ぐらいだ、絶対燃費悪いよ、うん、3000回転、4000回転だから高速調査したら4000回転ぐらい上がっちゃうんだろう、うん、だからお父さん言ったじゃん、ひぶちだから寝ピンでしょって、うん、シートベルト待ち伏せエリアに注意してください、わざと言ったんだけど、うん、なんか寝ピンに聞いても何キロ走ってんの、何キロ走ってんのって聞いてはいいけど、うん、患者さんがどの子に聞かせないだろうかね、うん、で車だって値段そんな安くないじゃん、安くない、300万超えてんだもん、300超えてなかったけど250ぐらいだよ、でもそれは車両の車でしょ、うん、まあ何発か300万ぐらいになっちゃうね、まあオプションとかなんとかでもって50万ぐらい小さいけど、